陸上の世界室内選手権が1日、イギリスグラスゴーで開幕した。出場選手のゼッケンには存在感抜群の日本企業のロゴが登場。発見した女子やり投げの北口春香が SNS で反応したほか、海外ファンの間でも気になっていた。明らかに日本のものだね、と注目が集まっている。選手名の上で目立っていた。 石鹸スポンサーに入ったのは森永製菓の人気製品、ハイチュウだ。青い、ハイチュウの文字が白で縁取りされ、選手たちの名前の上で目立っている。正面から撮影されれば、必ずと言っていいほど映る場所だ。北口は今大会には出場していないものの、1日に X を更新。デイビッド・セケラックコーチの様子について、 俺の影響力なのか。ってなってるコーチ、世界室内の中継見て一言目がこれ本で多分私たちが試合でみんなで食べてたおかげでもなく、ハイチュウツータイムズのおかげでもなさそうなんだけどどうなんでしょう少々わらわらとにかく何よりも興奮してる、と綴った。昨年8月のブダペスト世界陸上で北口が優勝し、セケラック氏は勝因に、ハイチュウ2個食べた。 と発言して話題に。北口は会見で、私は食べていないけど、コーチが食べている。二タイムズ、って二粒だと想像すると思うけど、パック二本を食べ切ったことらしい、などと説明していた。今回の投稿には、日本のファンからは、合ってるかもです。チュ中この前カタカナから横文字へなるほどコーチが火付け役で世界進出か、すごい。 配中、コーチ面白いやん、かわいい、と驚きの声。海外ファンも X 上で気になっていた。明らかに日本のものだね、ソニー、アシックス、TDK、TBS、成功のようにね、と他の日本企業のスポンサーを列挙していた。